はい。おはようございます。すです、えー。8月6日ね、8月5日のね、米国市場を振り返っていこうと思います。今日もね、もう朝7時からね、ずーっとミーティングやっててね、ちょっとごめんなさい。だいぶ遅れちゃいましたっていうわけでね。えー、今日のニュース、明日雇用時計重要です。えー、今日はね、酸水数,数あ、すごく上げました。でね、ちょっと珍しく強気にね、ちょっとサブタイトルですけどね、グロース買って買ってっていうね、内容でお届けしたいなというふうに、えー、思ってます。 あのーまあ、グロスの決算ね、ね昨日木曜日で一通おり、まあ、メジャーなところは終わったのかなと思うんですけども、も、まあ、基本的に非常にいいかなと思ってます。非常にいいかなと思ってます。なんで、ね、ちょっとそこの辺の中心に、ね、お話ししていこうかなとうう思ってます。で、あとね、明日の雇用統計がね、やはりこう今後買うか売るか、あ売るやしないな買う、どこのタイミングで買うかにおいて、ね、非常に重要になってくると思うのでね、ね明日の雇用統計についても、ね、お話ししていこうと思います。今日の動画、ね、もしお役に,あの役に立ったよとできれば、ね、最後ね、チャンネル登録、いいねしていただけたら嬉しいです。 えー、初めての方自己紹介ですけども、もともと延長してまして、その後ね、アメリカのゲーム会社でデータアナリストしてまして、その後ね、えー、米国今ね、米国の都市事業してます。ツイッターやすラブズテックやってますんでね、こちら回してフォローお願いします。えっ、ー、と、割と、えっ、ー、と、今日は、あのー、まあ、なんだろうな、相場全体感に関しては割と基本的には前から言ってる通り、横横観測です。基本的には S&P、P を中心に、まあ、ダウはね、もう上がらないと思ってますし、S&P も横横かちょっと上がるかなぐらいで思ってて、ナスダックはまあ大丈夫だと思ってますみたいな感じただね、しばらく横横観測はしていますが、まあ、グロスにとってね、非常にいい,いいタイミングなんだろうなというふうな観測を持っているのでね、まあ、これはあの私の意見ですので、他のチャンネルや、ね、ブログなどを見ていただいてね、あの判断の材料になれば、ね、幸いです。 でまずね、いつも通り指数、チャートから見ていくんですけども、えー、今日すごかったですね。ダウがプラス0.78、S&P がプラス0.6、NASA、えー、がプラス0.78、ラッセルがプラス1.81、えー、ビッ i x が17.28ということで、ちょっと若干まだね、ビッ i x 高めですよねというところはありますが、基本的に全面高という形になりました。えー、金利1.2くらいですね。うん。まあ、それ以上とそれ以下でもないです。1.2くらいです。しばらくね。 まあでも1.2がそこじゃないかなと思いますけどもね、ここからちょっとずつずつずつじりじり上がっていく相場になるかなと思います。えー、今日のヒートマップですけども、全面高ですけど、ちょっとね、ニュースあんま追おってないですけど、ヘルスケアが弱いのは、ね、どういったことなんですよね。でも基本的に全面高という感じです。うん、全面高、うん。特に旅行系が良かったのかな。なんかちょっとこの、ね、あのー、ブッキングドットコムとかも光ってますし、ちょっとこの辺のね、あのー、リア充系ってあたりがね今日は良かったかなという感じがしますよね。うん まあ、それ以外でもね、もうダウ系ね、昨日下がったら全部戻しましたよ、みたいな、そんな感じだと思います。あと今日銀行もいいですね。はい。で、チャートなんですけども、でも、ダウさ、あれですよね。この5月の高値、ここね、ここ。ここずーっと超えられてないですよね。ずーっと超えられてない。もう上がっては下がって、上がっては下がって。で、おそらくそんな感じだと思います。あの、もうすでにこの株価で将来の売り上げ、利益もね、相当織り込んでるので、 ここからポンポンポンと上がることはないと思います。ないと思うんだけども、あの今までの決算ね、基本的に80割以上の会社が、あの、アナリストの予想をビートしてますので、そういった意味では、もうちょっと若干ね、高値を取りに行く展開はあるかとは思いますが、えー、11月、10月の決算ね、次10月の中頃にある決算で、だいぶ減速が見込まれると思う。で特にまたそこで、ね、デルタ株が広がってれば、まあ結構、あのー、ここよりね、 さらに上っていくのは辛いんじゃないかなと思ってます。よこよこするかなんなら、ね、デルタ株によっては下がっていくこともあると思うので、ダ、ま、ウ、あ、は別に投資としては全然お勧めしてないです。えー、999ですけども、き、えー今,ま、今日高値更新しましたね。で今、帰りが12.26ということで、ちょっとまた大きくなっちゃってね、また警戒が必要なんですけども、まあ、基本的にね、テックの決算いいんですよね。基本的に決算もいいし、見通しもいいので、伸びてるっていう感じだとは思います。うん ね、うんちょっとね、警戒は必要だろうとは思うんですけども、なんかちょっとね、今これを見てて、あのパターンかなーっていうのがあるのが、去年の8月って、この帰りがね、23%帰りしたんですよね、23%帰りして、大きく落ちたんですよね、9月に。まあ、ちょっとそのパターン来るかもなーと思うので、ここから、えー、と8月にかけて、もう2、3%ぐらい上がってってで、9月にドーンと落ちるパターンはあるんじゃないかなと思ってます。特に明日の雇用統計が悪ければ、多分ね、救急救援、もう一段上がっていくと思います。 で、それ勢いのってね、どん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 上がっていくと思います。ただ、ね、あまりにもやっぱ、その、伸びすぎるとね、9月ぐらいにやっぱまた、トーンって落ちるってことはあると思うので、うん、ちょっともう一段伸びるかもしれないなって今ね、思って見てます。あの雇用統計次第ですけどもね、ちょっとそこは後半お話ししていきます。えー、VOO、まあ VO はね、だ受けを多く抱えてるんでね、うん、999ほど伸びないと思いますけども、横横、微増っていう感じだろうな、多分な。うん。 だ,けね、私だいぶ、あのー、10月中旬の、あのー、原則をだいぶ警戒してます。10月中旬に、ありとあらゆる企業のピークアウトの決算が出てくるんで、そこで結構ね、売られるんじゃないかっていう、売られるっていうか、まあ、売られないまでも、ちょっと難聴になるんじゃないかなっていうのをすごく警戒してて、S&P もそれに巻き込まれるだろうなとは思ってるんで、うん、今 S&P を積極的に買い抜くかって言ったら、まあ多分、999の方がいいんだろうなというふうには考えてます。 もしくは VTI ね。これ、面白いですね。ARKW、ARKK、今日プラス1.0%、で86%上がりましたということで、非常に面白い展開になってきました。まずですね、えーとまあ、この ARKW、ARKK っていうのはね、まあ、今をときめくグロースメーカがいっぱい詰まったね、2つの ETF なんですけども、まず今までのこの2月からのトレンドとは変わって、まず50日平均線が上向いてます。 ともね、なので、1、まあ、つの判断としてやっぱトレンド的には転換を迎えたっていうことは言えると思います、あのもうあの売り枯れっていう言い方もあれですけども、やはりそこを打ったんだなという感じが非常にしますよね、52平均線が上向いてるので、で加えて、今朝も、ね、もちろん良かったので、今朝の話してきますけども、今朝は別に悪いものではないので、あの全然あのトレンド的にはもう情報転換したんだろうというふうに思ってます。 でさらに、えー、とこの株価がね今、えー、と150日平均線を超えようとしてます。うん、110日平均線を超えようとしてますというところもまあいいサインで、えー、とねこのまま行くと、50日平均線も、えー、と徐々に、ね、このゴールデンクロスですよね、いわゆる。50日平均線が200日線を抜く。えー、50日平均線が150日に移っていうね、そういったあの いいトレンドに入ってくるね、本当に前の段階にいるかなと思ってます。もちろん明日の雇用統計っていう次第っていうのはあるんですけども、明日の雇用統計次第ではね、このグロース、あの一気にね、あのー、さらにさらに上に行くね、あのー、展開になるんじゃないかなというふうに思って見てます。はい。それの一つ前のトレンドとして、先輩としてね、WCLD がいるんですけども、まあ、WLC と同じ頃の光景はこの辺ですよね。WCLD、えー、ビジネスサーズの方が、実はあの他のグロースよりも、 なん,うのかな,なんて言えばいいのかな、あの、他のグロースよりも早く伸びて、だから去年、WCLD のピックって去年の9月だったんですよね、簡単に言っちゃえば。で、そこからずっとずっと軟調で、2月でも食らって、ずっとずっと軟調で、で、今回の決算で、まあ、2B っていうのは基本的に好調なので、グロースよりも好調なんですよ。なんで、基本的に WCLD っていうのは他のグロースよりも早く動い先行して動いてます、基本的にはね。 で、そのグロースが、この、いつだったかな、6月の頭ぐらいに、えっ、ー、と、50日平均線が、ちょっとこの上向いてきたタイミングで、株価もこの200日平均線を抜けて、で、そのまま、ザーって上昇して、最後、50日平均線も抜いてくるみたいな上昇トレンドに入りました。なんで、まあ、あのー、決算今のところ、基本的にいいので、あと明日の雇用統計次第ですけども、ARKW、ARKK も同じようなトレンドを追っていくのかなと思うので、おそらくね、 トレンド的にはこの高値を抜いていってねあの、ゆっくりゆっくり上昇に入っていくと思うので、まあ、ARKW、ARKK っていうところも、ね、投資対象としてはいいかもしれないなといううに思って見てます。一方で、コモディティオイルはね、あのデルタ株の先行き、景気懸念とかもあって、今のところ価格が抑えられているので、おそらく来週の消費者物価指数もおそらく何も事件はないだろうなというふうに思って見てます。 え今日はね、大きなニュースはないです。あの雇用統計を見守りましょうみたいなところになっているので、まあ明日の雇用統計に注目が集まるわけなんですけども、えー、今のところアナリストの予想は86万5000です。86万5000。6月が85万だったので、ちょっと増えてますねというところです。で、えー、とりわけ、今回の雇用統計はちょっと高めに出ることが期待されています。なぜかというと、あのいろんな州のね、あの失業給付金の増額が6月末ぐらいで打ち切りになりました。 5月末から6月末で打ち切りになりました。なので、まあ、今、失業給付金でそんなんもらえない状態になってるんですけども、まあ、それを受けてね、初めてこう丸々1ヶ月空いた雇用統計になりますんで、あのそういった意味ではあの、普段よりも高めに出るんじゃないかというところが期待はされています、うん。ただし、これ結構ね、アナリストによってもすごくこう、てうのかな、予想が広くて、35万から120万までの予想がすごくあるんですよね。なので、結構これねあの、明日明けるまでね、びっくり玉手箱みたいな状態に、 ななってるる可能性があるなと思います、えー、昨日 ADP がね35万ぐらいですか、すごく低く出たんですけども、あれもあんまりリンクしてないので、ちょっとねどうなるかっていうところですよね、うん。まあね、その私的にはおそらく割れるんじゃないかなと今思ってますけどもね、おそらくそんないいの出ないんじゃないかなと思ってます。うん ADP が悪かったとっいうのもあるし、あのデルタ株とかによってね、ちょっと若干減速気味っていうのがあるんで、今までよりもね、採用プランをちょっと抑え気味になるだろうし、あとあ、あれですよね、そもそも人材不足、あの供給が十分じゃないっていうところもあると思うので、それもあってね、おそらく私は割る割れるんじゃないかなとは思ってますけどね、それはまあ、明日開けてみるまで分かりません。で、えっ、ー、と、まあ、あのー、昨日とかおとといとかね、FRB の交換かな、なんかのコメントもありましたけども、 雇用統計がね、90万とか100万とか、2ヶ月連続で行くんだったら、9月のテーパリングあり得るみたいなコメントもしてますので、あテーパリング発表があり得るというのもありますので、それはあるんだろうと思います。うん。あるんだと思います。まあ、この予想通り行くならね、86万5000通り行くんであれば、もうおそらく9月にあのテーパリングあるんじゃないかなというふうに思ってます。うん、まあ、来月次第でもありますけどもね、9月にテーパリング発表あるんじゃないかなというふうに思ってます。うん、ただ、 もしこれがね、50万、60万とか、80万を大きく割るようであると、おそらく9月にテーパリングないだろうなというふうに思ってます。うん。それちょっとね、また最後にコメントしていきますね。はい。であとね、もう一つあのニュースなんですけども、今日エッジっていうね、ストックがかなり、あのー、株価下げました。まあ、不調ってことですよね。株価もビジネスも。うん。で、あのー、他アマゾンだったりとか、 あの今日ね、吹きの決算とファイバーとかも含めね、なんかちょっとこう、e、イコマース系っていうところはね、やっぱピークアウトとか見えててね、ちょっと難聴なんだろうかなというところが、ね、あったりしますよね、うん。で、ちょっと決算速報行くんですけども、き、まあ、今日でね、大方メジャーどころが終わりました、ちょっとすみません、私今すごく忙しくて、決算速報を上げられてないんですけども、週末含めね、順次、決算速報を上げていきます、グロースも。 であと、ガファムのね、テスラ以外のガファムもねあの、解説動画出していきますんで、そちら引き続き見ていただければと思うんですけど、概ね、えっ、ー、と、グロースはね、終わったかなと思うんでね、私も一個一個丁寧に見ていこうかなと思います。決算動画いっぱい出してますねこちら回せてよろしくお願いしますというところなんですけども、まあ、あれですね、今のところ決算を見てると、感想としては、前回の決算、えー、っと、4月から5月の決算というのは、もういい決算出してもグロースはとにかく売られる。 とにかく売られるっていうのはね、4月5月の決算だったかなと思います。ただ今回の決算はだいぶ違うなと思ってます。今回の決算は、まあ当たり前ですけども、外したらコテンパンにやられますね。ファイバーマイナス20%、ピンタレストマイナス24%、アマゾンもね、こんなジャイアントですらマイナス8%、えー、ファーストリーも今回マイナス20何とね、まあ外したらやられます。外したらやられます。ただし、決算がいい銘柄をね、 スクウェア、新高値、えー、ズームインフォ、新高値、スナップ、新高値、アルファベット、新高値と、まあ、決算をクリアすればね、まあ、新高値超えてきてますね、続々、続々,続々と、うんまあ。私、あのー、いつだったかな、2週間前か3週間前ぐらいに、あのー、グローズ新高値取るっていう動画を出したと思うんですけどもね、まあ、取ります、取ってきましたね、新高値。うん まあねあの、こういった銘柄がね、先行して新高値を取ってきたことは非常にいいことで、えー、今後もね、いい銘柄に関して言うと、新高値をどんどん取っていくと思います。まあ私もね、週末ぐらいでね、どんな銘柄の決算が良かったんですかっていうのやろうと思うんですけども、まあ決算が良い銘柄に関して言うと、えー、11月、9月、10月末からね、11月上旬、特に11月の4号に FOMC あるんで、そこの後にね、 新高値、どん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 取ってきてもおかしくない展開かなって今思ってます。これを見る限りはね。なので、まあ引き続きね、決算見て、決算いい銘柄見て、で、決算いい銘柄はね、あの、特に11月にいい決算出しそうな銘柄は、やっぱり今仕込むタイミングいいんじゃないかなと思うので、とにかくどん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 これから新高値取ってきて、まあ今ほらね、いろいろあるじゃないですか、なんつうかな、その、まあ仮想通貨だとか、モデルナだとか、まあモデルナあれ入れとくべきだったんですけど、私はまあバイオ見てないんでね。 宇宙だとかあるんですけども、あのー、グローズの方もも、ね、どん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 新高値、ね、取っていきますし、あのー、ああいうねちょっとなんか若干モメンタム系よりかは、ね、決算見ればちゃんと分かりやすい戦い方できるし、銘柄的にもね、あの10銘柄から15銘柄ぐらい揃えること可能だと思うので、あのね今ね、ねあのー、積極的にねタイミング見計らって、私はグロースやっていくタイミングじゃないかなというふうに思ってます。はい ただね、どの銘柄に入れるかっていうのは、やっぱ決算見ていかないとわからないですね。私も引き続き、決算見ていったりとか、良、まあ、あかった決算に対してはね、特にピックアップしていこうと思うので、ね、引き続きに見ていただければ嬉しいです。はい、ちょっとね、1つだけ言うけど、私、実はスナップ、ズームインフォね、決算見てその直後に買ったんですよね、良、うん、かったですね、はい。スクエアもそうです、決算見た直後にちょっとね、買い足しました。スクエアはね、これからずっと思ってたんですけども、ちょっと決算見たあとね、買い足しました。はい えー、その他いろいろなんですけども、えーと、マーケットのコンセンサスは今こんな感じです。えー、とテーパリングの発表はね、もうおそらく8月はないでしょうということなんですけども、明日の雇用統計次第でこれが9月になるか11月になるかというところが大きく変わると思います。明日の雇用統計がね、そうですね、80万超えるようであれば、9月にテーパリングがあるんじゃないの、発表あるんじゃないのという感じになります。ただこれが50とか60だと、まあ11月になるでしょうねっていう感じだと思います。 ただ、いずれにせよ、年末前後ぐらいにね、テーバリング開始ってことには変わらないだろうな、というふうには思ってまあ、明日発表の場合はちょっと早いかな。11月とかあり得るかな。で、11月発表の場合は12月とかかな。うん。で、今のところ22年末、23年末に政策金利引き上げっていうようになります。まあ、ただ僕のそうね、11月 FOMC テーバリング発表が今のところ一番濃いんじゃないかなと思ってます。というのは、雇用が回復しても若干デルタ株がね、今、先行き怪しいので、FRB 的なデルタ株っていう発言も出てますので、雇用が良くても、 デルタ株の行方次だではね、あのギリギリまでテーパリングやらないんじゃないかなという可能性もあるんじゃないかなというふうに思って見ています、はい、え今後のスケジュールなんですけども、えー、と明日雇用統計が1、ね、つの,この8月のターニングポイントになります。まあ、最後、ね、相場が崩れたのは7月15日ぐらいだと認識してますけども。 あそこからね、15日ぐらいですか。基本的に株価ね。まあまあ、微増ながらも上がってきた相場かなと思います。えー、明日雇用統計っていうところでね、一瞬そのみんなが注目するところで、ただ雇用統計を超えてしまうと、あんましないんですよね。次のタイミングまで。あの、なんてうのかな。崩れるタイミングとか、あんま見当たらないんですよね。なんで、明日雇用統計を超えると、明日の雇用統計がどっちに転んでも、 次の雇用統計までは大きな動きがないんじゃないかなというふうに思ってみてます。あの、ジャクソンホールも多分ね、その、さすがにここではテーパリングの発表もないし、サプライズもないと思うので、ジャクソンの手前ではね、ちょっとギクシャクすることはあると思うんですけども、大きな崩れてないんじゃないかなというふうに今思ってみてます、うん。なんで、次の雇用統計と次の、明日の雇用統計と来月の雇用統計というところがね、タイニングポイントとしてはあの大きなところになると思います。 で、今私が一番警戒しているのは、この9月末、10月上旬ぐらいの、まあ、ダウ系、シクリカル系ピークアウトの、あの、大きな売り込み。そして、11月4日、5日に FOMC があるんで、ここが今、テーパリングの本命じゃないかなと思ってるんで、ここの手前でも大きく売り込まれることがあるだろうなって今、予想は思ってるんですよね。であれば、多分8月っていうのは、意外とみんなの心配、予想に上がっていく相場もありえるなというのは思ってます。まあ、雇用時計次第ですけどもね。はい。 えー、所なんですけども、明日雇用統計良くても悪くても、8月どこで入りますかって言ったら、明日はタイミングの一つじゃないかなと思って見てます。えっ、ー、と、雇用統計がない人は、例えば80万割りました、まあ60万とかね、50万、60万とか出たら、もう明日のよりはタイミングだと思います。うん。明日の寄りはタイミングだと思います。雇用統計悪いイコール、11月までテーパリングないになる。そして9月も雇用統計おそらくその良くないだろうってことになると思うので、 あのー、引き続き、ね、このぬるま湯適温状態が続くので、おそらくリスクオンになる展開になるかなと思います。そうなってくると、ね、8月後半も、ね、順調に伸びてきて、なかなか入りづらくなるので、エイヤーで乗るなら、明日のこういう時計が悪ければね、ね明日の寄りがエイヤーのタイミングになるかなとうう思って考えてます。明日のこういう時がいい場合、例えば80万超える、そ85万とか90万とかの場合は、若干ギくシャクすると思います、売り込まれることもあるだろうなと思います。 ま、それはもうビックサー試合を見てって感じになると思うんですけども、あの、明日のこういう時は良ければね、9月テーパリングっていうところの観測がね、強まります。で、実際に大きく売り込まれるのはね、あの、FOMC の直前だったりとか、来月の雇用時計になるとは思うんですけども、明日もね、売り込まれると思います、多少は。ただ、あのー、別にテテーパリングでもみんな知ってるので、ちょっとギクシャクするだけだと思うんですよね。なんで、またちょっと悪くても、また月曜日にすぐ戻すとか、そんな感じになると思うんで、 まあ、悪かっ明日の雇用時が良かった場合は、ビックスとか見続けですけども、まあ、引けとかがあるんじゃないかなと思ってますね。うんまあ、引けで、えー、月曜日オーバーナイトする、オーバーナイトオーバーバウィーケンドするっていうね。うん、でもう一回言いますけども、雇用時が、ね、悪い場合、50万、60万とかの場合は明日、全体的にリスクになる可能性があるし、そのまま8月続く可能性があるので、8月のタイミングとしては明日のよりがあるんじゃないかなと思って見てます。えー、っと 明日のこういう時がいい場合、80万、85万、90万の場合は、おそらく一旦売られる展開になると思うんですけども、これはめちゃくちゃいい調整のタイミングにはなるので、ビックス試合次第ですけども、明日の引きぐらいからありだとは考えています。はい。まあ、これ、私の意見なのでね、あの、他の方々も参考にしていただいて、ぜひね、あの、自身のリスクでね、やっていただければと思います。いずれにせよ、グロスにとっては、ね、非常にいい提供だと思います。今 <laughs> 後ね、デルタ株が進んで景気悪化してもね、 あの景気はそのままピックアウトしてもね、あのー、基本的に影響を受けづらいですあの。どんなストーリーでも影響を受けづらい。まあ、影響を受けるとしたらインフレがすげえ進む、景気がめちゃくちゃいいっていう、この2つのストーリーなんですけど、それは多分アンライクリーだと思うんですよね。あんましないと思うんですよね、そのストーリーは。うん なんでね、まずは明日の雇用時計見てっていうところなんですけども、今ね、グロスは非常にいい合いになってきてるのかなと思うのでね、決算しっかり見てね、いい銘柄をね、あのタイミングでらって、まあ、明日買う、買わないを置いといて、8月から10月かにかけてね、下がったタイミングで買っていくのがいいんじゃないかなと思って、まあ、10月上旬にかけてね、どんどん新高値、ね、取っていくのかなというふうに思って考えてます。はい えー、救急峡に関しては、えっ、ー、と、しばらくよくよくするかなと思うんですけど、明日の雇用時計が悪ければね、若干上がっていくと思うんですけども、まあ、基本的にあの年末にかけてまだまだ上がっていくと思います。救急峡全体的にはね。だダウスタンド P はね、上がりづらいんじゃないかなというふうに考えています。もしインデックス買われる場合は、明日はタイミングの一つかなと思うんでね、私もちょっと明日、まあ、8月分のインデックスとしてはね、明日ちょっと明日の雇用時計見ながらね、やっていこうかなというので、ね、これはもう本当に。 あの私の感想なのでね、皆さん他のチャンネルを見ていただいてね、判断の,の材料になれば幸いですってわけでね。引き続きこちらサポートいただけたら嬉しいです。えー、新しいノートね、知ると楽しく決算の読み方っていうのを出してますので、ね、こちらサポートいただけたら嬉しいですってわけでね。今日は8月6日、えー、明日雇用統計重要算指数上げ、グロース買って買ってっていうね内容でお届けしました。ではね、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。